テックマ。テックマ研究所。みなさんこんにちは。テックマ研究所所長のレンチェルです。今日もご視聴ありがとうございます。ついに夏休みになりましたね。夏休みといえば、そう、自由研究。そこで、テックマ研究所でも自由研究をしたいと思います。本日の自由研究のテーマはこちらです。これまで紹介したペッコマはこの6つです。攻撃タイプやディフェンスタイプなどいろいろなタイプがあります。このペッコマの特徴を数字にできたらいいですよね。そこでペッコマ研究所では強さの数値化にチャレンジします。まず今回はペッコマの重さを測ってみたいと思います。最初はピンクストラッシュです。 10.7g です。次はハザードダークです。 10.5g です。続いてレインボーダッシュです。 14.3g です。次はグリーンファイヤーです。 11.0g です。続いてミラクルライトです。 15.1g です。最後はホワイトカイザーです。 13.1g です。ペッコマの重さと点数をまとめるとこちらのようになります。重さと点数の関係をこのようにしてみました。おお、なるほど。ランクが1つ増えると 1.2 倍重くなるということですね。重いペッコマにはどんな特徴があるんでしょうか。重たいペッコマは相手に吹っ飛ばされにくい特徴があります。重さはペッコマの強さを決める重要な数値と言えますね。今日の研究はここまでにしたいと思います。次回は他の性能も数値化してみます。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。ペッコマ。チャンネル登録よろしくお願いします。